品川ホットインフォメーション。品川区内の全児童センターで定期的に開催されているベビーマッサージ教室。実はこのベビーマッサージ、赤ちゃんとのスキンシップということ以外にも様々な効果が秘められているんです。そして今回ベビーマッサージの解説をしてくれるのは助産師の北目敏子さん。それでは皆さん、正しいベビーマッサージの方法を身につけて赤ちゃんと一緒に笑顔になってみましょう。赤ちゃんの腹ばいはハイハイへの大事なステップなんですよ。腹ばいになるということでは、赤ちゃんがしっかりと手で押さえて首を上げるような状態になってくれば心配はないんですけども、突っ伏してしまって息をしてればいいんですけども、息ができない時にはやはり腹ばいの状態はあまり好ましくないということで、どうしても肩が硬くて手が押さえられないお子さんなんかは僧帽筋をちょっと触ってあげるだけでもしっかりと手を使うってことができるようになってきたりすることがあります。お首のあたり優しく触ってあげるっていうことだけでもしっかりと首を上げるっていうことができるようになるお子さんもいらっしゃるので、優しくサポートしてあげるっていうことが大事かなと思っています。あと背中は背骨がありますので、上から下、場合によっては下から上っていうのも赤ちゃんのお好みがあったりすることがありますので、体の表現だったり顔の表情を見ながらさすってあげるといいと思います。ご覧のポイントを押さえて赤ちゃんとたくさん触れ合いましょう。ベビーマッサージに関するお問い合わせはお近くの児童センターまで。